こんにちは、BA チャンネルの BA です。今日も見てくださりありがとうございます。今日は雨でじゅれてしまった寄せ植えの仕立て直しをします。最後までお付き合いよろしくお願いします。BA チャンネル。我が家の北側に置いていた寄せ植えです。屋根がないので基本雨ざらしの場所です。横に置いてあるおぼろ月の木箱は年中この場所で慣れているせいか、傷一つ作ることなく平気な顔をしています。やっぱり環境って大事ですね。慣れていたら多少過酷な環境でも耐えてくれることもあるようですけど、急に可愛いからって道行く人に見てもらおうと場所を変えてしまうと、こんな悲惨なことになってしまいます。かつてはこんなに可愛かったんですけどね。もう土が見えないくらいモリモリっとして、今回ダメになったのは中央のファンファーレのようです。気候やお天気のせいでこうなってしまったならまだしも、自分の不注意でダメにしてしまうとショックすぎて申し訳なさすぎて声も出ません。このまま放っておくわけにもいかないので、とりあえず屋根のある場所へ移動して、土の上に降り積もったじゅれた葉や枯れた葉っぱを取り除いていこうと思います。最初はピンセットで一つ一つつまんで取り除いていましたが、あまりの枯れた葉っぱの多さに、こんなことをやっていたら終わりが来そうにないので、とうとう手袋をして手づかみで取り除くことにしました。とってもとってもじゅれた葉っぱはいっぱいです。これをこのまま置いておくと良くないですよね。腐って菌の温床になったり、虫が湧く原因になったりするかもしれません。それにいつまでも土が乾きにくいんじゃないかなと思います。正直めんどくさいですけど、ここは頑張って取り除いておきたいと思います。じゅれてしまった多肉は葉っぱを触ってもポロポロ落ちなくなるまで取り除いていきました。それにしてもパープルヘイズは綺麗です。割と多めの水でも平気なんでしょうか。それとも植木鉢の端っこで他の多肉の影になって助かったんでしょうか。とりあえず不幸中の幸いです。BA チャンネル。
土が濡れてぐちょぐちょです。上から乾いた土を追加しようと思います。オルトランはあらかじめ混ぜておきました。鉢全体に行き渡るようにピンセットのヘラで広げています。これで湿った水分を乾いた土が少しでも吸ってくれたら多肉も楽になるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。これは先月の多肉ごとの動画でカットした白ボタンです。100均の土管に刺したまま保管していました。根っこ出てきていますね。気温が高いので冬とは違って発根も早いです。この中央のすっぽりと空いた部分に刺そうと思います。まずはピンセットで土を掘って穴を開けてから刺しました。次は我が家で何でもとりあえず植えているプランターから姫秋麗を抜いてきました。しっかりと根っこがあるので安心です。先ほどと同じプランターからカットしてきたのはカメレオンです。カット苗ですが、この後この寄せ植えはしばらく屋根下で管理する予定ですので、大丈夫かなと思います。追加の多肉はこれぐらいにして、あとは雨ざらしで弱ってしまった多肉を養生させたいと思います。この寄せ植えの経過はまたインスタか動画でご報告しようと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。